こんにちは、くんです。ということで、今回はね、新しいゲームということで、ドラッグディーラーシュミレーターということで、野菜を売る、売人のゲームですね。野菜を売るのに、銃とタバコと札束か。これが多分あれかな、キャベツのみじん切りかなんかかな、を売る、ゲームらしいです。はい、それでは、やっていこうかなと思います。野菜だけなのかな、売るのって。なんか、アイスクリームとかも売ったりするっぽいようなのは、ちょっと見ました。事前情報で。は？すごいね。なんか、農業のゲームなのに、こんなテンションなのか。農業のゲームなのに？すごいね。なんか、もっと。大丈夫？ Yeah, fuck you too!大丈夫かこれ。なんか喧嘩してるのかね。So, here we are. The adventure is hot. The big 冒険の時間だ。これは俺の話かお前の話か。一緒にやろうぜ。あ、なんかまあ、あんま意味あること言ってないな。あ、多分訳します、適当に。おー。え、大丈夫なんか。すっごい血は悪いけど。絵に描いたような、絵に描いたような治安の悪い場所だね。なにアクティブワークステーション。作業台か。なんだよ、うるせえな。なに？よ。要するに、まあ、ファーストタックで出たわ。要するに、俺んち来いって。ライトオフ。あ。で、そこでなんかね、仕事がもらえるらしい。多分農家さんかな？農家の方からの電話だったっぽいです、今のは。あ？昨日めっちゃ決まりまくったから、鍵どこやったかわかんなくなったって。昨日めっちゃ野菜とか食って、なんか、あれだったのかな？え、鍵どこやったんだろう？いや、でもこれ俺の日常生活だな、これ。鍵ないんだか、みたいな。トイレ？汚っ！マジか。でも、俺んちもこんなもんだな。だいたい俺んちこんな感じだね。鍵。え、どこやったっけ？帰ってから、服をここ脱いで、いや、俺のね、俺だったらここで服脱いで、ズボン、パンツ、シャツ、肌着って感じでこう脱いで、この服の列ができるから、俺はわかりやすいんだけど、どの経路を辿ったか。でも服を脱いでないから、こいつはわからないな。どこ行っちゃったんだ？どうすんだよ。農家の人怒っちゃうぞ、これ、このままだと。いけないんだが？あ、ゲームセーブ。え、すごい、こんなのあんの？すごいね、こんななんかこう、まあ、言っちゃなんだけど、家賃3万円ぐらいの物件なのに、このモニターはあるんだ。すごいね。あ、あるじゃん、鍵。これだ。わかってなかったわ。はい、新しいキーが追加された。アパートのキーが追加された。これで、鍵をかけれる。よし。うん。なんかめちゃくちゃだな。クーアビュー。クーアの景色を楽しめ。楽しめる景色とは思えないけどな、ここは。うわあ！あ、これ絶対外国で行っちゃダメって書いてるところだ。これ行っちゃダメって書いてるところじゃない？ここの地域は行かないようにしましょうってよく言われているような場所ですね、これ。観光ガイドには絶対に書いていないと思われる場所だ。こんなところ、イエローが歩いてたら3分持たんぞ。とりあえず、エディ、ローカルスクエアっていうところにいるらしいんだよね、エディが。ローカルスクエアってどこだろう？ん？おお、えぇ、よぉ、このガソリンスタンドこれやってんのこれ。錆びれてるけど。ちょっと。店員さん、態度どうなんですかそれ。それちょっと、すいません。なんか、ジュースとか売ってます？ Yeah. What do you need? Yo, 何がいるんだ？3種のチーズ牛丼、特盛りと温玉乗せでお願いします。お金ないや。金ないと買えないか、やっぱり。ちょっと探検しよう。もうスラムを。
みんな怖いんだけど、なんかこう、見かけがなんか、なんか、すごい怖い。どこだろうね、これ。特に下になんか表示があるわけじゃないけど、あーなんかこの、びっくりマークの表示がある。これか。これの方に行けばいいんだ。こんな、Yes, we smoke。ちょっと。あー、タバコ好きなのかな？タバコの話してんのか？ちょっとめちゃくちゃだな。でもこれってさ、アメリカとかだったらまあ、ありそうな光景じゃん、場所によっては。あー、これあるよねーみたいなこと言いながらプレイすんのかな、このゲーム。あ、わかる。これあるあるある。うちのあれっぽくねみたいな。絶対嫌だ。ここ、絶対こういうとこ通りたくない。もう絶対嫌だ。キャベツの絵か、これは。あー、ここか。あー、ローカルスクエア。あ、この人が農家の方。大丈夫か？はいや、はいや、はいや、なんだあの鳥。おい、鳥。ちょ、捕まえてる。あ、ごめん。ADHD 発動した、ごめん。すまん。Hi, bro. What's up? What's going on, man? Come on. What's going on? どうしたんだよ。とりあえずそこ座れよ。あ、はい。あ、yeah. Take a joint. タバコ？うん。ああ、なんか仕事を紹介してくれるらしい。なんだろう。ああ、カルテル。農協のことかな？多分。JA のこと言ってるのかもしれない。日本で言う。ああ、なんかその、農協にお金を払いに行って、みたいな感じか。はい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 。うん、オッケーオッケー。まあ、とりあえずなんか、配達だね。野菜の、JA から。ミッション、まあ、特に、野菜の売り上げは、デスクと、パソコンで報告すればいいんですか？はい。あ、安全だぞって。警察が、分かっても別に大丈夫みたいなこと言ってるね。あ、まあ、それはなんか、警察、もう別に気にしないでいい。警察なんで、まあいいや。オッケー。もう行くよ。頭のいいやつだな。うん。またなって。なんか、結構、おう。農協がどこだ？こっちの方か。あ、これが農協。え？これが？ちょっと、ふっとかって言ってるけど大丈夫これ。ここが農協か。あ、ここじゃないらしい。あ、よかった、びっくりした。これかと思ったわ。まさかこんなのが農協なわけあるまい。でもなんか方角的にはこっちだよな、明らかに。この裏なのかな。怖っ。あ、これか。あ、いやでも、ちょっと待って。でもこれっぽいな。多分この施設だぞ、農協。これでなんか開けたりとか。どうしたらいけるんだろう。ここだよなぁ、つってる。こいつも困惑してるな。ここのはずだが。これのことか？こんな中に野菜入れる？あ、でも、近所のおばちゃんとか持ってきてなんか、勝手に玄関にかけてくれるとかあったな。そのノリか、もしかして。あー。あ？なんか取れたぞ。え？3g パックオブマリファナ。キャベツってマリファナって言うんだっけ確か。5パックオブアンフェタミン。砂糖かなんかか。あー、で、パソコンでやり取りしましょうってことか。なんか、農業、あれだね。イメージ的になんか全くこう、なんか IT と無縁そうな業界だけど、農業って。お家に帰ろう。お家に帰って一回その注文が来てるらしいんだよね。よし、確認だ。へぇー。これはシェイディコンだ。ダークウェブコミュニケーター？なんだそれ？なんだろうね。うん。
オーケー。クライアント、デュエイン・エス・オラ。なんかメキシコ系の方なのかな？ペドロ・クリントン、クリンプトン。メキシコ系の方か。なんかね、メキシコ系の方がすごい多いですね。なんか、そんなにメキシコ、Yo, I'm interested in buying three gum of MJ. MJ って何すか？はい。Okay. Sure. Delivering soon. これでいいのか？これでちゃんと返すと。S オーラに。あとは、ペドロ・クリントン。Yo, I'm interested in buying three gum of weed. Weed? キャベツを3グラム欲しい。お前は売れるか？はい。売れます。大丈夫だよ。すげえ。品質のいいキャベツをお届けするよ。スピードは持ってないなぁ。スピードま、スピード、何のことだろう、スピードって。ちょっとわかんないかな。うん、まあ、持ってない。まだ持ってないね。で、これであとお届けするって感じのね。で、こう、お客さんに届けると。うん。どれくらいの近さなんだろう。あ、でもなんか、表示があるな。てか、この辺で全部完結するのか。あ、君がペドロですか？ペドロ・クリントン。ハロー。はい、you're a dealer? Got the dope? お前は運び屋か？ブリブリか？あ、あるぞ、ブリブリなものが。お前なんだっけ？お前マリファナだっけ？はい。これがキャベツです。え、間違ってる。これはクライエントが欲しがってたものじゃないぞ。マジ？あ、小さいパケに分けることもできるってこと？ 2 個あるからってことか。あ、なるほどな。これちょっと分けたいね。やばい、勝手に2つ売りさばいちゃったら怒られるぞ、絶対これ。あ、パケがないのか。多分パケがねえんだ。え、どうしよう。あ、ちょっと待ってくんない？こういう時あげちゃったら絶対後であのエディに殺されるから。間違いなく殺される匂いするよね。あれ？3グラム、あ、すいません。6グラム渡しちゃったんですけど、あ、すいません。みたいな、こと言ったら多分絶対殺される。埋められるに違いない。ここか。これで、あー、クラフトまだ無理なんだ。パケねえぞ。どうやって分けるんだろうね。パケ。あ、パケ持ってんのか？俺もしかして、どっかに。ないよな、でも。もしかしてこれ、売れない？売れない説ある？先にもう一人の方行くか。まずい、ちょっと早くしないでこれ怒らず、殺されるぞ、マジ。やばい、命がかかってるぞ、この商売。ごめん、先ごめん、こっち。おら！うっせ。お前、マネキンみたいな顔してんの、お前大丈夫か？なんか、かなりお前もう来ちゃってんじゃね？やめた方がいいぞ。ブツは持ってきたか。あ、はい。お前もマリマナなの？すまん、戻ってくるから、ちょっと待ってて。ウォークステーションは今使えません。はあ、あ、さっきのガソスタで買うのか！もしかしてパケ売ってんの？パッケージ。小さな。え、でもまださ、金になってないよね。俺、一文もないんじゃね？まだ。野菜売りも大変だな。野菜売るのにこんな大変なのか？たかだか野菜1個売るだけで。あ、オルトプラスドラッグで分けれた。よし。行くぞ。よかった、パケ買わなくて済むのか。苦労してんだな、八百屋さんも。うっす。あ、持ってきたぞ。これだ。やったぜ！ 36 ドル。この普通のま、普通のおっちゃん買うんだなって言ったけど、こいつは普通じゃなさそうだな。お前、多分、絶対野菜以外もやってるだろう、何か。多分、やめた方がいいぞ、もう。この、なんか、自然物だけにしとけ、お前。あとはなんか他のクライアントのものも受けるのか。スピードってさ、アンフェタミンってスピードのことなのかね、もしかして。アンフェタミンとスピード一緒か。あ、小麦粉欲しいって言ってたのか。なんかパンケーキでも焼くのかな？あとお前か。オッケー。これとりあえず、さばき切ったんだね。またお前作業員か。似たような顔してんな、おい。クンシャン？はい。これでどうだ？どうも。
あー、なんかガソリンスタンドを確認しろって言われてる。あとは他にもうちょっと野菜を仕入れなさいって。とりあえずガソリンスタンド行きますか。一回。このお姉ちゃんちょっと苦手なんだよな、俺。あ、物買いたいんですけど、何か映ってた？あー、なんかとりあえずガソスタに物が売ってるぜっていうのを紹介したかったのが、ゲームさんサイドが。何が買えるんだ？スプレーペイント。塩。砂糖。さっき俺が持ってたのは塩じゃないのか。とりあえずじゃあ、ちょっとスプレー缶欲しいんですけど、3つもいらないっす。1個でいいっす、1個で。はい。スプレー缶何使うの？スプレー缶落書きしてもいいのかな？殺されないかな？ここ落書きしても。落書きできんのかね？これなんか使えないの？これ、スプレー缶。缶スプレーオペイント。なんか、まだ使えなそうだな、なんか。ダメだ、なんか使えなそうな感じだ。多分使えるべきところ、なんかの材料とかになんのかね。ちょっと買ったのトロールだったかもしんねえな。まあいいや、行こう。もっと野菜を仕入れたい。もっと大規模な商売にしたいね。これを。こんななんか小さいさ、町の八百屋さんぐらいじゃなくて。これあれで、ね、オーダーできんのかね、このラップトップで。あ、エディ。よし。お前よくやってよだな。で、もっとドラッグが欲しければ、俺に言え。テキストでメッセージで話す。で、どこにパケが落とされてるか教えてくれるらしいです。新しいオーダーが欲しい。まだまだ裁くぜ。俺はマリワナ。これが限界？あ、仕入れがあるのか。ああ、俺仕入れなきゃいけないのか。まあ、それはもちろんか。はい、で、ちょっとずつ仕入れました、両方とも。あ、10g の、草と、グラスと、10g のペット。よし、ちょっと待ってろって。あ、30分待て。え？リアルで30分待たされんのか？そんなバカな。リターンはデブトゥエリー when you make some money on sales。 あー、なるほど。上がりも渡さなきゃいけないってこと？あー、デリバーキャッシュフォーカルテル。あー、なるほど、なるほど。キャッシュを持ってけるよってカルテル。JA に、お金をまず払えるよって。120ドル必要だぞ。ごめん、スプレー缶買っちゃってお金ないかも。ちょっとさ、ごめん、少なくしようか。え、10g からなんですか？これだけ買います。あ、やばい、リミット。ちょっと待って。金持ってこいって言われてる。どうしよう。え、金持ってこいって言われた。ちょっと待って。え、金持ってこいって言われたけど、俺、持ってない。あ、やばい。やばい、殺される。けじめつけられる。まずいぞ。金ないんだよ。金なくて、セールスも受けられなくて。あ、これまずいな。非常に。非常にやばいことになったな。え、どうしたらいいのこれ。とりあえず行くしかねえだろう。とりあえず100ドル、110ドルで、勘弁してくれよ。今、ちょっと持ち合わせがねえんだ。確実に映画とかで殺される人ですね。おい、勘弁してくれよ、エディ。今手持ちがねえだけで、きっと返すからよ。絶対殺されます。エディ。調子はどうだ？悪いんだが、金なんだがな。100ドルしかねえんだ。許された。あ、全額取られた、でも。エディ。なんでもない。お前はすぐ行った方がいいぞ。え、飛べってことっすか？つまり。飛べってこと？パッケージの配達を待て、だそうです。刑務所は、大学です。刑務所は犯罪の大学です。なるほど。パッケージをマーケットウォーカートレーラーウィンドウ。なんだ、なんか受け取れって書いてあるよ。どこにあるんだ、あ、これか。あ、違う、よかった。こっちか。この車がなんか配達しに来たのかと思った。あ、これか。違うな。どこだ、トレーラーウィンドウ。え、この辺なんだが、一応、場所としては。え、なんなのこのテント。いて、何のためのテントなんだこれは一体。
完全に人の気配がないけどな。ATM 完全に不審者なのかな、うろうろして。なんか金持ってそうだな。あいつも不審者だったか。あ、ここ今日って書いてある。なんだこの今日って。あのさ、今日って何。よし、取れた。え、つか、え、ってか大丈夫だったの、あのお金は。 お金なんか全部取られたけど、もしかして後でなんか何倍になってなんか返さなきゃいけないみたいな、肩にはめられた俺。でもエディから電話来たよ。まずい、まずいぞ。切ろう。まずい、電話来た。え、まずいまずいまずい、鬼電してる鬼電してる、やだやだ、鬼電してきたぞこいつ。あ、よかった。あー、やばい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 、殺される。まずい、必要なものをまとめて、とりあえず女の家に、あ、これも死ぬパターンです。あの、女の家になんとか逃げ込んだら、女もあの相手と繋がってて、ごめんねとかって言って、あの奥から出てくるみたいな。お、なんだよ。あ、はい、あ、やばいぞ。あ、警察がたくさんいる。え、パトロールがたくさんいるから結構やべえわ。また詰められるわけじゃなかったのか。またこいつもうジャンキーだな。わかったわかった、全部持ってってやる。同じやつからすげえ来るぞ。もうあれなの、顧客なのか俺の。しに行こうか。警察って警察いる、そんなこんなところに警察は来ないだろ。治外法権みたいなものさ。大丈夫かな、怖いの若干。取り締まられたりするのかな。あれ警察か、違うよな。まあ、警察官なんかの間違いか。あいつはビビってるだけか。よ近すぎねえかお前ら。ちょっとお前なんだっけ、サングラム。あの、オルト押しながらでなんかできたはずなんですけど、できないんですけど。もしパケがない、二つに分けるって感じじゃないか。これぞワークショップか、これもしかして。ちょっと待って、警察いるって言ってんのになんかあんまうろうろしたくないけどな。そんなになんかたくさんいるっていう注意することじゃないな。あいつも、てか、なんでそういえば農家の方が警察を気にしてるんだ。なんか違法キャベツみたいな感じか。一定以上作りすぎちゃダメな世界線みたいなキャベツを。あ、よかった。ウォークステーションでウォークしろって言ってる。よし、ウォークステーションモードだ。お前の必要なものを何でも作ることができる。学校のクラスを思い出すか。これはウォークステーションのマニュアルだ。はい、これを置けばいいのか。で、これで、あー、なるほどなるほどなるほど。これで3グラムってすれば、あー、なるほど。このあのラベル作れるんだ。ジャパニーズほうれん草。よし、いいね、ジャパニーズほうれん草。おー、なるほど。ちゃんとパケ分けれんじゃん。これで、何グラムだっけ？マリファナ2グラムに分けなきゃいけないのか。はい。どうしよう。ジャパニーズチンゲンサイ。これでいいのか。おー。オッケーオッケーオッケー。これで2グラムのパケと3グラムのパケができたな。いいね。あとあれか。アンフェタミン。ま、覚醒剤もまた。あれ、覚醒剤どこやった？あったあったあった。これどうしよう。これ同じの使っていいのかな？同じこの箱。なんか混ぜ物みたいになりそうな気がするんだけど、大丈夫なのかな？まあ、でも全部映してるから平気か。使い回そう。お砂糖。オッケー。さあ行こうか。これで売りに行けるな。あ、置いてきちゃった。鍵も閉めて、まあ、いっか。まあ、いっか。こんなところは泥棒なんか入らないだろう。こんな田舎のさ。あの、田舎は鍵かけないからね。基本的に。レインボーシックスシージのコスプレかなあれは。うん。さあ、ヤクだぞ。お前何欲しいんだっけ。ほうれん草だな、お前は。はい。よし、お前は、お前はお砂糖か。はい。またこっちか。おい。おい。へい。くそ。いかれてるな、これ。もう捕まっても大丈夫だろう。っていうか、手ぶらなんだし。なんなら捕まえてみって話やな。
うっす、警察。あ？ポリスパトロール。日中ではポリスがパトロールしている。もし何かやばいことがあるんだったら、隠れましょう。って感じのこと書いてます。よう、ポリス。なんか文句あっか。おい、おい、ポリス。ポリス。ポリス。もうなんか文句あるか。俺、今、金持ってるだけだぞ。一般市民だぞ、俺。ん？職質？ん？拒否する。ん？拒否する。ん？撮影やめない。警察官には肖像権がないから、公務員には肖像権ないから撮影やめません。あ？いやいや、拒否する。拒否する。うん。拒否する。おいおい、お前なんでお前いるんだ、バカ！向こう行け、向こう行け、向こう行け！なんで飛び込んでくんだよ。お前は一番飛び込んできちゃダメだろ、お前。今、売っ払ったのによ。危なかったな、今。ふぅ。で、はい。新しいオーダーが欲しい。よし。なんか、すごい、あれって書いてあるわ。新しいクライアントを開拓しようっていうのがミッションかな？左上に書いてあるけど。うん、なるほど。あ？なんだ、こんなところになんか、目標マークがついてるけど。また今日のマークか、これ。エディに金渡してないんだよな。エディに金渡してないのに受け取ったらどうなる？あ、スプレー缶でなんかどうたらって書いてある。おー。宣伝か。え？あ、バンクシー。何かを多分、皮肉っているに違いない。あ、お前は？何をしている？お前に、無料のプレゼントがある。あ、ごめん、やっぱない。ごめん、ごめん。いや、今はない。ごめん、戻るわ。すまん。あ、なるほど、あいつか。あいつが新しい顧客か。あ、こうかけれるわ。まあ、ここでなんかこう宣伝なんだろうな、俺の。このマークが。このバンクシーが。すげえ。宣伝になるのかな、こんなでっかいキャベツの絵があった裏になんか小さなあんなの書いても。宣伝になると思えないけどね。八百屋さんのマークだね。まずい。もう一個スプレー缶買わないとダメだな。もう一個スプレー缶買ってくるわ、あのおばちゃんから。いや、お姉さんか。なんかめっちゃ来てる。あー、なんか売ってくれみたいなのが来てんのか。パソコンに来てる通知か、これ。それより、俺も先に、マーケットのここに行って、ちょっと、すごいっすね、ほんとに。あの、顔ぐらい合わせてもらってもいいんじゃないかなって、なんか、こう、いろいろあるけど。はい、さよなら。なんかもう、警察もなんか、失せたね。たかだかあの程度の警察量か。あ、パケを受け取れって書いてある。おっ、おっと、え、ちょ、いや、何、おい、これ人権問題だよね、明らかに。訴えようぜ、今のおかしくない？しかもなんかこんなわけわかんないところに放置されて。ひどすぎるな。いきなり、なんか、スタンガン食らわせてきて、あ、すまん、お前何も持ってねえか、ほら行け、みたいな。なんか、俺らのこと動物、なんかネズミかなんかと勘違いしてんじゃねえのか、あいつら。ひでえ話だな。なんてひどい。なんてひどいんだ。スプレー持ってて怒られたのかな。壁の落書きしてんのてめえだろ、って。菜食主義者への差別暴行だね。この、ベジタリアンへの暴行って許されないよね。ただ平和にさ、やっぱ肉食主義者は本当に、どうしようもないよな。ベジタリアンに暴行を加えるなんて、どうしようもない。よし、じゃあちょっとあれするか。あのパケを回収しに行くか。てか、やばい、警察にパケ持ってる時に取られたらガチ捕まってたってことか。危ねえな。あんまドタドタ走り回らん方がいいぞ。どっか今日のマークないか。ここの辺のはずだが、こんなところでウロウロしてたら逮捕だよな。あー、なんかこういうところっぽい気がする。今日のマーク、今日のマーク。今日。すごいね。なんか、バットとかっていう意味と捉えてんのかな、凶悪の凶の字を。もしかして。なんか好きそうじゃん。バットとかさ、そういうちょっと悪い奴らみたいな、こう、そういう意味で捉えてそうだよね。なんかタトゥーで見たことあるわ、凶っていうタトゥー。外国人が入れてる。なんでこんなの入れてるんだろうって思ったけど。あ？え、ここ？あ、凶って書いてある。ほら。すごいな。ちょっと待って、警察、ちょっと警察は。新しいクライアントにちょっと物を渡して試させて開拓しろって言われてるから。どこだっけ？こっちじゃなさそうだな。さっきこの辺うろちょろしてたよね。このびっくりマークの方向なのかな？ちょっと見るか。警察に会いませんように。逮捕だぞ、これ。あ、お前か！おい。警察いねえな。おい。ほら。お前にフリーギフトだ。
10g あげたらまずいって。ごめん。すまん。ちょっと持ってくるから、ちょっとそこで待ってて。2g ぐらいでいいんじゃね？せいぜい。パケ分けようぜ。あ、てか買わなくてもよかったわ。家にまだパケあるわ、俺。全然ある。忘れてた。ADHD は大発動だな。ていうかさ、お金今回払ってないよね。あれあれお金払ってないぞ。いいのかな？今回なんか、お金払わずに受け取っちゃったけど、まあ、いいのか。え、自己申告制なのかね。まあ、今度は出せばいいか。まあ、AD も、まあ、仲良くなったし、まあ、分かってくれるだろう。よし、残った浮いた金で、パチンコでも行くか。なんかこれさ、オーダーしてないけどさ、盗めるんじゃねえか、最悪。他のドラッグディーラーが。やべえ、けじめつけられるかな。さすがに。おい、てか、あの客どっか行きやがったし、あいつ。おい、姉ちゃん。痩せる薬あるぞ。そんな走らなくていいぞ。おい、姉ちゃん。お姉ちゃん。痩せる薬があんだ。一個、いらねえか。痩せるよ。ダイエット薬。あ、いらない。そうか。健康でいいね。あいつ探し出さねえとな。どこ行ったんだろうね。あんまり人通りは多くないから、すぐ見つかるかなと思ったけど。あと、ポリスはポリス。ポリスとガンジャはうまくまくというですね、ことがよく言われていますが、こういう界隈では。いないね。これは多分別の場所だよな。やば。すげえな。なんか芸術的でいいね。ここも多分ペイントとかしたら開拓されるのかもね。こっちはなんもないか。おっと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 。なんでみんな特殊部隊みたいな格好してんだ、こいつらは。なんかさ、あ、でもまあ、こういうところに取り締まりに来るのでさ、普通の日本の警察官みたいな格好だったら逆にボコられて、なんか銃とか取られそうだよな。正直。だって、ね、刺されるとかありそうだよね。フル武装とかじゃないと、フル武装のガチガチとかで、ほんと戦争に行く気で行かないと、こんなところ来れないよな、警察官ですら。希望は、オーバードーズ。オーバードーズしました。オーバードーズって意味わかるかな。オーバードーズってのはお腹いっぱいって意味だね。キッズ向けに言うと。希望でお腹いっぱいってことだな。マジでいない。ちょっと待って、あの客どこ行った？客いない。あいつ消え失せたわ。お客さん、いい物があるよ。こっちの方に行ってないかな？これは刑務所？刑務所あんの？こんなところに？即収容できますって感じ？すごいね。インスタントに収容できますみたいな、すぐ。あの、裁判なしでも捕まえてもそのままもう持ってこうぜみたいな感じで。インスタント刑務所みたいなやつあるね。犯罪の学校だしな。犯罪の学校とはよく言われた話。こいつは、絶対タイマーやってそうな顔してるだろ、お前。絶対タイマーやってそうじゃん、お前。無理か。なんかマブニャン？まあいいや。いや、お前は絶対決まってるやつより、おい、いらないお金。あ、大丈夫？こいつ逮捕されるね、こいつ間違いなく。だってどうすんだ、これ。いないぞ。この辺付近にいると。まあ、最初に見かけたのはこの辺だもんな。あれじゃねあれだ、あれだ。いたい。おい、こっちだ。ほら、ブツだ。あ、なんか客になった。ジャンキーにしてやった。すげえな。すごいね。やっぱ野菜の力はすごいね。やっぱり、菜食主義にするべきなんじゃないかな。俺は思うよ。菜食主義。体にもいいし、ヘルシーなのももちろんだけど、やっぱりこう、動物に対する愛護の気持ちもあるよね。幸せになる。菜食主義は。なんか他に客とかいんのかね。Hey, come over your pal. ん？はい。What's going on? ん？どうした？何も持ってないよ、違法なものなんて。違法なもの持ってるかって聞いてきたけど。何も持ってないだろ。俺は潔癖だぞ。ポリスファンドドラッグ。これはなんだ？あ。約募集されたんだけど。あー、エリー？ちょっと、トラブルがあったんだ。あー、いいニュースと悪いニュースが。あー、いいニュースの方は、今刑務所から出てこれた。悪いニュースは、役が全部、なくなった。まあ、多分この社会だと死んだな。